どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズですが、毎週日曜日はですね、このギターを、ガズが、皆さんにレクチャーしようということでやっております。ガズギターの開催日でございます。今日もガズギターやっていきましょう。宇宙一簡単ギター教室ということでやっておりますので、これはねギター諦めた方とか、ウクレレはやっているけどギター挑戦してみたいなという方には、まあ持ってこいのチャンネルというか、まあ動画のシリーズになっております。あ、そしてねこのガズギターを、初めて見てギターやってみたいなという全くの初心者の方は、あの簡単ウクレレ教室ガズレレという、あの私ねウクレレをね、あのめちゃくちゃ分かりやすく皆さんにレクチャーしているね、あの YouTube チャンネルガズレレというのをやってるんですけど、そこでねまずウクレレをマスターしてからギターに取り組んだ方が逆に早道だと思いますんで、ぜひねそこから始めてみてください。ウクレレとねギターの共通点ってすごく多いんで、そこでウクレレの土台を作っといてからこのガズギターに入ってきて、またさらにどんどんステップアップしていけると思います。はい、そのガズレレの初心者レッスンプログラムはここにリンクも貼るし、概要欄にも貼っとくんで、ぜひねあの全くあのギターだけやってみたい、今日初めて見たという方、そこからね始めてみてもらうのをおすすめします。で今日3回目なんですよ、第3回目で。過去のね動画について、ギターガズギターの動画については再生リスト作ってますんで、今日初めて見たという方、はい、ここに再生リスト貼っとくのと、概要欄にも再生リスト貼っとくんで、1から順番に見ていってくださいませということでございます。まあ一応ざっくり確認すると、コードガズギター必須コードというコードを覚えたよねというのは前回で、第1回目の時はチューニングから始まりましたね。覚えてますか？イエーイ、イエーイ動画勉強ですよ。 EA 動画の D が G 動画BE で勉強、イエーイ動画勉強で、こうやってコードじゃねえ、チューニングを覚えたよということなんですけど、はい、今日はですねそのコードとチューニングを覚えたっていうのは、まあ第一ステップだと思うんですけど、やっぱりいよいよ右手どうしようか、いやつまりこのギターというのはこっちもねやっぱり重要な役割どころか、あの皆さんあのいつも言ってんすけどね、ウクレレでもね、コードって押さえるのすごく難しいじゃないですかね、最初押さえられないなって、あ届かないなとかみんな多分言ってると思うんですけど、そんなに難しいんだったら、だって人間の手ってさ、右利きの人だったら右の方がさ器用なんだから、こっちをコードにすりゃよかったと一見思いません？こっちの方が器用に動くんだけど、でもねなんでこの左でコードを押さえて右で弾くかって言ったら、本当言ったらねこっちのリズムの方が難しいからですよ。だから右手を使ってるんですよ。だからこれ同じね、リズムといっても、例えば4つ弾きから始まって8ビートみたいなものから、16ビートみたいなものから、アルペジオもとか、例えばつまみ弾きみたいな、いろいろできるわけですね。だからギターもウクレレと同じようにいろんな表現ができるんですけど、まあもうちょっとこの世界観が広がるなというようなイメージなんですけど、これいざですね、ギターを皆さんに教えるというかレクチャーしていくときになると困っちゃうのが、もうね、いろんな弾き方があるもんですから、そのそれぞれの皆さんが好きな音楽によって、もうズバリ弾き方って違うんですよね。例えば昔の70年代のフォークギターやりたい人にとっては、例えばこういうピックみたいなものでこうやって、イメージがフォークギターあると思う、ジャンジャンかき鳴らすみたいなのもあるけれども、同じピックを使ってても、こんなようにちょっと落ち着いた感じになったりとか、あとは指でもね、今もやったけどアルペジオなのか、こうつまみ指みたいなのでも、なんか同じなんつうの、これが正解っていうのはないんですよ。同じ曲を弾くにも、その人の音楽のバックグラウンドとか、どんな音楽が好きだったかということで、それぞれちょっとね、やっぱ弾き方のニュアンスって、ね、違うんですよね。で、だからすごい悩ましいところで、だからピックを使うのがいいよっていうことも断言できない。じゃあ例えばですけど、踊るポンポコリンを、じゃあ8ビートで弾いてみますよということになって、じゃあピック使わずに8ビートっぽく弾きますよ。せーの。はい、今ちなみにコードはですね、指3本指を混ぜたガズギター必須コードなんですけどね、2本指でやったら、こんな感じですけど、これ例えばですよ、ピックで弾いたとします。そしたら要はフォークギターというか昭和フォークのイメージの人はこうなります。1、2、3、4、
な感じ、ピックを使うともうよりねワイルドな感じ、ジャンジャンジャンって感じのいわゆるこうアリスさんみたいな感じ、いやローリンさんだーみたいな感じ、こういうイメージですね。こういうストロークって見たことないですか。これってすごくフォークギターっぽい弾き方だなと思うんですよね。なんだけどやっぱりね、その自分が好きな音楽によってこのギターの弾き方って結構変わるんですよ、そういうわけで。で、今回だからある程度基本は、ちょっとレクチャーしていきたいと思うんですけど、ものすごいね、ものすごいいい演奏をしてくださる皆さんのね、ギター初心者の方のめちゃくちゃ参考になりそうな動画を発見しました。それはですね、アンさんです。皆さんご存知ですかね。アンさん YouTube やっておられて、ちょっとリンク貼っときますけど、アンさんがねギター弾き語りやってるんですけど、アンさんのスタイルってすごくいいと思いましたね。指で弾いてるんですけど、いろんな弾き方やってました。例えばですね、C を押さえてこういう弾き方をやってたり、このリズムを叩きながら弾いたりとか、あとはこんな感じで4つ弾きみたいなのを弾いたりとか、あとは8ビート指で弾く8ビートをやっておられましたね。で、アンさんは決してですね、これはあれすごいあれですけど、ギターが とてつもなく上手かって言ったら、そうではないと思うんですけど、歌がもうね素晴らしくてですね、もうガズもねよくアンさんの演奏を見ちゃうんですけど、あれすごいガズレレ的だなと思ったんですよね。やっぱ弾き語りって歌が真ん中にあるじゃないですか。その弾き方を助けてくれるのはこうね楽器とかウクレレとかギターだったと思うんで、なんかやっぱ歌を中心に考えてみるとですね、そんな弾き方とかリズムっていうのは、それぞれね後でちょっとだから身についてくることかなと思って、まずはコードを弾いて気持ちよく歌う、そのアンさんのね動画がものすごい参考になると思いますんで、ちょっとリンクもあるし、概要欄にもアンさんの YouTube チャンネル貼っとくんで、ちょっとぜひねアンさんのニュアンスをちょっと汲み取っていただけると、あ、こういう感じでやっていいんだなって皆さん思われるかもしれないです。なんでまず右手に関してはそれぞれの弾き方で、特に正解はないという方がそれを言えないんですよね。こういう音楽が好きな人はこういう感じだしみたいな感じなんですけど、まあそういうのを凌駕するようなアンさんの弾き方っていうのは素晴らしかったということをちょっと伝えさせていただいて、それでもやっぱピックっていうのをね一応案内しておこうかなと思います。ピックって皆さんウクレレやってる方ってあんま使わないと思うけど、これピックっていうのがあるんですけど、これがですね一言にピックっつってもいろいろな種類があるんですよ。ガズさんもこんな感じいっぱい持ってるんですけど、まあ今ガズがよく使うのはですね、このねこのタイプです。僕が好きなのはこのフェンダーというメーカーのね、このヘビーというこの三角形の正三角形みたいなこのピックをよく使うんですけど、いろんな形がありますよ。これティアドロップ型といって、こういうなんていうの、これ涙型って言うんですけど、こういうピックがあったりとか、素材もいろいろあるの。なんかこういうなんかちょっとね、新しい素材とか、これもね、三角形なんだけど、ここちょっととんがってたりとかしてね、いろんなのがあるんで、いろいろ皆さん、いろんなピックをね、購入していただいてですね、ほら、僕の面白いのある、ほら、アマゾンのピックがあります。アマゾンのピック。はい。あと、もっと面白いのもありました。僕がですね、バンドマン時代にね、自分で作ってたピックが出てきました。はい。これ、ほら、見て、見えるかな？これ、ガズって書いてあるんですよ。見える？はい、このピックをですね、こういう感じで、はい、こういうオリジナルピックもあったりとかするんですけど、ピックっていうのもいろいろあって、まあ、皆さんお好みのね、これもね、どれがいいとか、これにしなさいっていうのはないんですよね。で、まあ、ガズはいつもこのフェンダーのピックをよく使うんですけど、あと、これウクレレ用のピックっていうのもあって、このレザーでできてるやつとか、なんか、フェルトでできてるウクレレピックとかもあるんですよね。なんで、もしかしてウクレレでも使ったことあるかもしれないんですけど、まあ、ちょっといろんなピックをお試しいただいて、ピックってね、こういう風に挟んで持つんですけどね、こんな感じで。はい。ガズはこの三角形のおにぎり型と言われてるこれが好きなんですけどね。ここで持って、低い位置なんですけど、例えばウクレレだとね、よく言ってたのは、ここから弦が出て、ここまであるうちの、真ん中ぐらい音がいいっていうことで、ここで弾くとね、柔らかいよってことなんですけど、ギターに関してはですね、結構この辺なんですよ。そう、よくね、こういう感じでしょ。こういうフォークギターを持ってる方は、ここにちょうど肘を置いて、こういう風に弾けるところが、まあ、この辺がいいんじゃないかなというふうに思います。あんまりこっち行っちゃうとね、ギターの場合はボヨヨンとしてますね、音が。なんか暴れちゃうっていうか、この辺が結構落ち着いた音します。はい。で、こんな感じで、ま、弾いていくんですけど、8ビートは、ウクレレの8ビートと同じです。ウクレレの8ビート皆さん覚えてますか？ちょっとリンク貼っときますけど、ここで分かんない方、右手の動きはウクレレと一緒ですからね、ちょっとやってみてもらいたいんですけど、ちょっとやってみますね。今コードは C を押さえてます。これが
は一般的なピックの弾き方かなというふうに思います。はい、柔らかく持って手首を使って、手首を使うんですけど、あのウクレレほどね、手首でね、この弦が1弦から6弦まで、ここからここまであるんで、結構やっぱりこう肘を使う感じになると思いますね。はい、こんな感じになると思います。まあよく見る感じのギターの弾き方と今のね、こんな感じ。はい、でさっき言ったみたいに、これピックを使う方はこの辺でこういう風に弾くのが、まあまず第一ステップかなというふうに思うんですけど、指で弾く方もね、同じように、僕はもっと指で弾く方、こっちでもいいのかな、こっちの音柔らかいんでね、なんか柔らかいのね。はい、アンさんもこの辺で弾いてましたね。こっちの方に、こっちに行けば行くほど音が柔らかくなるので、ちょピックだとね、このね、ちょっとガチャガチャ感がボヨヨンってなっちゃうんで、指だとここら辺で弾くのもおすすめですよ。こんな感じで、はい、まあ、やっぱりどっちかというと指で弾く方が柔らかいイメージだと思います。ピックの方がジャンジャジャンとこの激しい感じ、なんかね、ギターでかき鳴らすっていう表現がありますけど、それに近いのがピックの方ですね。ピックの方なんですけど、あのガズさんの好きな音楽スタイルだと、あのよくウクレレでも言う言葉があるんですけど、このブリッジミュートっていう、ここにね、この手を当ててブリッジミュートっていう弾き方でよく使うんですよ。そうするとこうなります。ガズさんがアコースティックギターで弾くときはほとんどこの弾き方をしてて、こうジャンジャジャンってオープンにはね、しないんですよ。それが僕がかっこいいと思うアコースティックギターのスタイルなんですね。例えば踊るバンボコリンやってみますと、ブリッジをここにつけといて、こうつけっぱなしじゃないんですよ。離したりしてこうちょっと調整してるんですよ。これ、ね、しないとジャーンジャーンってなんですよ。このジャーンをちょっと抑え込んでるんですよね。これが僕の好きなスタイルです。そうすると何でもバンボコリンな、ガズさんは多分ライブでやるとするとこういう弾き方をするなということで、ここでこうちょっとこう音をブリッジでせき止めながらやるっていうんですけど、まあこれちょっとね、いろんな、まあ、技っちゃ技でちょっと難度も高いと思うんで、まずファーストステップはピックで弾きたい方はこの辺をこういうふうに優しくね、8ビートで練習してもらうのがいいと思います。4つ弾きだったら力入れるとですね、もうガチャガチャになってね、結構邪魔しいんでね、あんまり力入れすぎない方がいいですよ。はい、で指で弾く方はもうちょっと前でもいいし、この辺でもいいと思うんですけど、自分の手が痛くなっちゃうかもしれないから、この辺がいいと思うね。ウクレレと同じような感じで弾くのも全然ありかなというふうに思います。この8ビートっていうので、まずね、ちょっといろんなピック使ったりとかして弾いてみるのが、おすすめかなというふうに思いますね。はい、でまず一応ちょっと今日整理すると、コードは指2本シリーズでまず皆さんやってもらって、慣れてきたら3本指にできるコード C と G と F、 この3つは3本指できる限り使った方がよりコード感が増しますからね。あ、そうだ、コメントをいただいてまして、やっぱりもし2本指だとちょっと違和感があるなと思った方はどんどん3本指にチャレンジしてください。やっぱり最初の敷居を低くするのがね、やっぱガズギターとかガズレレの考え方なんで、ガズピアノもそうですけどね。はい、そういう風に気づいた方はどんどん3本指でちょっと挑戦してくださいね。でまあ今日はひとまずこの右手の、皆さんのスタートする時のまあ、ちょっと様子を、前回まではずっとこの4つでね、こんな感じでやってたんで、8ビートのところから入っていこうかなというふうに思いましたと。で、あといろんな弾き方もあるんですよ、ウクレレと同じで。もちろん16ビートもあるし、アルペジオみたいなのもあるしね。それはおいおいちょっと紹介していくんですけど、やっぱり一応このギターとかウクレレでこうリズムを刻む時の一応基本になる、このガズレレとかガズギター的な要素の8ビートというリズムを、まず今日はちょっとご紹介したよということなんでございます。ピックとかってさ、選ぶの結構面白いですよ。楽器屋さんとかに行っていろんな素材ありますから、マジで。で、100円ぐらいで買えるんで、いろんなのを試して、自分どんなのが好きかなとか、結構弾き心地変わりますからね。僕もいろんなピックを試してきて、これがいいなっていうのがあるんで、皆さんも今これからだったら、そういうね、ピックを選ぶね、エンターテインメントも楽しんでいただけるというふうに思います。はい。でね、だから、さっきも言ったように、ギターってね、そのできることとか表現する幅がすごく広いんで、自分がどんな音楽が好きなのかなとか、そういうことを結構大事にした方がいいなと思ってて、皆さんが好きな音楽
いつも聴いてる、普段聴いてる音楽ってどんな感じのギターのスタイルのかな、なんていうのもちょっとね、あると思います。まあ、ほんととにかくね、ギターはいろんな弾き方があってね、なんとも一言でね、この弾き方をやりなさいでもないし、どんな音楽が好きかっていうのすごくね、重要視されてると思うんでですね、いろいろ聞いてみるのがいいかな。その中で自分ってどういう表現をしたいのかなって考えていくのも楽しいですし、いろいろそういうビジョンを持ちながらもね、まずは今日紹介したピックで弾くときはこんな感じの、体を揺すって、ウクレレの8ビートと基本は一緒ですからね、指で弾く場合はちょっと前で、この奏でていく。これで、ね、ちょっといろんな曲をガズギターのコードで弾いてみるのがいいかなというふうに思います。コードは前も言ったように、前回の動画に書いてあるんですけど、ガズレレの、動画を見ながらですね、置き換えができるようになっていると思います、ね。ガズギター必須コードで置き換えてですね、ちょっとどんどんチャレンジしてみていただければと思います。まずピック。やってみるのいいかもしれないですよ。はい、そういうわけで今回のガズギター講義第3弾はですね、いよいよこう右のね、リズムの弾き方、どんな風に弾くのか、ピックで弾くのか、指で弾くのか。でもこれは、整理すると、いろんなスタイルがあって、これがいいですっていうのもないんで、まずファーストステップとしては僕は、アンさんの、動画、演奏動画、アンさんって女優のアンさんね、がすごく参考になるんじゃないかなと思うよということをシェアさせていただきました。とにかくリズムを刻むとやっぱりね、やっぱ面白いんでね、このガズギター簡単コードとこのストロークを使って、簡単な曲でいいと思うんで、いろんな曲ちょっとね、練習してみていただくのがいいと思います。はい。それではですね、また来週お会いしたいと思うんですけど、来週もですね、いろいろちょっと濃厚なことを考えてますんで、ゆっくり取り組んでいきましょう。そう焦らずね、週に1回ですからね。はい、再生リスト、概要欄に貼っているんで、もう一回復習、予習したい方はちょっとまた見といてくださいということでございます。あと引き続き、ガズレレ YouTube チャンネル、ウクレレの動画もいつも公開してるし、はい、ガズピアノもね、めちゃめちゃ面白いことになってますからね、ガズピアノ本の出版も決まってますからね、この本、現在予約受付中です。これ Amazon で探すときは、ガズピアノ本と検索したりすると出てきますんで、ちょっとこれ予約もお願いします。ガズピアノってなんだか知らない方、鍵盤楽器でもやってるんですよ。そっちは世界一簡単です。まあそっちも宇宙一なんですけど、僕が考え出した鍵盤の弾き語りのね、専門簡単チャンネルでございます。はい、ここにリンクも貼っとくし、概要欄にもガズピアノのこと貼っとくんでね。あと重ねですけど、ガズレレ2年ぶりのイベントです。はい、私に会いに来てください。8月18日、8日、もうあとちょっとですよ。仙台からツアーをスタートします。あとちょっとだもん、もう超なんかテンションになってます。はい、その後9月の2日は名古屋。で、9月の9日と10月21日、東京、大阪はありがとうございます。ソールドアウトですよ。はい、ちょっと先ですけど、11月2日横浜にも開催。今この3つがご参加いただけるチケット発売中となっておりますので、ぜひ皆さん会いに来てください。はい、そんなこと含めましてですね、あっちからこっちから楽しく音楽やっていきましょう。それでは皆さん、ごきげんよう。バイバイ。